はヤクザじゃないからね。元でもないし。たまたま新聞の記事に出ただけ。訂正記事も打ってくる、もらってるから。うん。そこは、勘弁してくださいよ。私は一度も、なんか、どっかの組織に属したことはありませんので。うん。よろしくお願いします。です。うん。だからそういうのはさ、なんか、廃業して、なんか生きてリズムこうちょっと見せてるようなやつに、そういう世界のことは聞いてみたらいいんじゃない？あ、ちょっと水持ってくるわ。そういうのに。俺は知らねえもん。やったことねえから。ああ。下手くたのか、食えなくなってやめたのか知らねえけど。ああ。そういうのに聞いてみればいいじゃん。これは、なんか、新聞が嘘を書くか？だから訂正記事が出たんじゃねえかよ。熊。そういうことよ。うん。訂正記事って、ちっちゃいよな。なんで逆に勘違いされたんだ？そりゃ、そういう人たちと遊んでばっかいたからじゃねえの。うん。うん。ああ、もうごくごく、二行ぐらいだったかな。もうその時は俺、なんだろう、パクられてるから、弁護士からは聞いたけど、そんなの誰が見んのかなって。まあ、誰も見ないでしょうねって言われたけど。やっぱり三社祭りが最高でしたね、ローディー。あの、フェニックスさの。ああ。力様が前に女の子を脅すために勝手に国の名前を使ったって言ってたね。いや、わかんないですけど。力様って誰なのかね。もしかしてキャバクラの客引きやってた人ですかね。佐野さんのゲーム配信。だってテトリスとスーパーマリオブラザーズだろ。うん。キャッピー。俺がそんなの使って、後で、とんでもないことになるよ。おい。その女の子がそんなこと言って、おまわり駆け込めば、俺パクられんだ。うん。もう、そういうさ、ポンプいらねえから、チャッピーブロックです。三つ星でも。ね、ごめんなさいって、言ってください。むしろ、ちょっといじってみようかな、佐野をって思って書いたのか、本気で根拠のある話なのか。ねえ。じゃねえと巻き戻してブロック入れるよ。ごめんなさいでいいんだよ。アイン、ちょっと待って。本ガキが。アイン言ってんのかわかんねえけど。おい、聞いてんだよ、この野郎。チャッピーよ。
もうコメントしなくなっちゃうんだよ。でもコメントしなくても、ああおめえのコメントが残ってんだからブロックは入れれるよ。少なくともごめんなさいぐらい、ちょっと俺も言い過ぎましたとか、情報をちょっと少なめじゃないのねえ。俺真っ向勝負でいけるよ、そこは。ほらコメントしなくなっちゃって、俺ブロック今入れてないからね。なあ遊んじゃったのかなじゃあ遊ばせとくか、このバカは。え、ブロックやめることによってこいつが次にどんなコメントをするかを見たかっただけだって。全力で俺の方が正しいから。うん、そんなポンプ入れるやつって次どう返しが来んのかな。相手逃げちゃいましたね。そんなもんです。はい。大体さ、今更ツイキャスでさ、ヤクザなんかどうのこうのとか言ってる時点でナンセンス。ヤクザってどこにいんの？ねえ、嵐くん、おはよう。どこにいんの？俺見たことねえよ。現役でガンガンやってんの。はい、こういう人はさようならです。金太郎ちゃん、さようなら。あとコメントも下水んで、はい、削除です。めんどくさいね。じゃあ佐野をどうしたいのよお前ら。佐野を潰したいんだったら潰し方ってもっと別なやり方あると思うけどな。ああネットヤクザ多いな。いや、いるんじゃないの？うん。まあまあ、むしろ、本物は笑って見てるよ。ふざけてんな。ああ。マジでピスタチオお茶店ありがとう。そうよ、うん、本物出るわけねえじゃねえかよ。うん、だからここでそんな話に持ってきたくてしょうがない。うん、半グレなのか中途半端なのかそれは知らねえよ。俺そういうの付き合う気もねえし、だからなーにって聞いたら絶対答えねえから。うん、あ25年前の読売新聞の記事をここで言ってくるって相当粘着だぞ。俺がまだ配信やる前の話を。病気だよもう。訂正記事も確認してねえくせしやがったこの野郎。あ？いやいや、だから新聞社が悪いっていうか、でも訂正は一応打ってくれたんだよ。俺の弁護士が枝野幸男で、うん、まだ政治家になる前のな。俺結構いい弁護士は
今までもつけてんのよ。うん。だから助かってんだよ。たった一回しか刑務所行ってねえんだから。前科10犯なのにな。うん。はらちゃんはな、なんか言ったあれ。一回は、5年半ぐらいかな。だから一発だけだよ、それ。うん。長いかどうかわかんないけど。まあ20代だから。うん。22から27ぐらいまで。で、解釈もらって出てきてるから。うん。初犯で実刑？そんなの、もう俺に聞くなよ。調べりゃ全部出てくるから、俺のことなんて。な。何でも聞くな。うん。俺が出てきたのは27ぐらいだよ。うん。まあまあいいじゃないですか。今ここに佐野が自由な世界に生きてるってことで。うん。なんか悪いの？納得いかねえの？もう君たちが納得いかなかったらそれはしょうがねえけど。俺はまあまあまあ。うん。やっぱり外はいいな。中は嫌だな。うん。ああ。外は、うん。嫌なことも多いんだよ。うん。ここで俺の配信を聞いてる人は。外は苦しいんだよ。中だったら言われたことだけやってりゃいいんだけど。でもな、やっぱり、やっぱり外の方がいいな。どう思う？お前ら。もしも自分に置き換えたら。そういうのってあると思うよ。外の方がいいな。でも、キャットな、外で本当に食えなくなった時にどうするかだよ。ああ、日中もさっきも行かなくなったとき。中は、黙って言うこと聞いてりゃいいんだよ。そうだろ？何の心配もないんや。外の方が、いい人はまだ幸せだと思うよ。うん。外に出てすぐに何がしたかったですか？いやー、俺は多分、仕事だよな。仕事っていうか、どこかに勤めに行くことはないと思ってた。なんでかっていうと、自分の地元に帰ったから。親は反対したけどね。別のとこに暮らした方がいいよ。でも、
一回逃げたらずっと逃げるから。あ、俺もう自分の地元に帰る。で、そこで仕事を探すって考えたときに、自分でなんかやんないとな、うん。それで運送会社をやり始めたの。うん。だからトラックの写真もみんな知ってるだろ。俺がトライアスロンもやってたのも。なんか追い込み系になってたね。もう。でも酒が飲めない女がだけないつまらんだろ。妙はそういう系か。もうそんなことを考えてるやつはほぼいないと思うよ。うん。酒もタバコも女も。それでつまらないやつは懲罰行くんだろう。ストレスが溜まって。俺は逆だったね。健康的に次シャバに出た時に何かストイックになろうかなと思ったから、だからトライアスロンのレースに出たりとか、トラックに乗ってガンガン仕事しようかなとか、自分でな、自分のトラック買ってな、だからミョンとは違うんだ、脳みその作りが。うん、まあ俺の場合は子供もいたからな。けど長続きがしなかった。マラオ君、運送系は3年で切って人に渡して、その渡した金額で俺飲み屋やったんです、12年間。ああもう情報少なすぎ。うん。ねえ。何をもってして長続きなのかな。中途半端でもいいんじゃないの？マナブ君は何か今自分が一生懸命やってることある？うん。俺あなたのことなんて何も知らないから。興味もないし。何やってんの？人のことを中途半端って言えるだけのことをやってんの？教えてよ。これはわかるよ。おい。話せんのかよ。こういうやつって絶対上がってこねえんだよ。ヘボだからよ。なあみんなな。マナブくん、ずーっと粘着して俺にガチャ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 言ってるけど、何？何の中途半端なの？もう黙っちゃうんだよ、こういうの。俺別にいじめてるわけじゃないよ。言いたいことがあったら、じゃあ上がってきて普通にコラボで話してくれよと。そう言うともうシーンってなっちゃう。何が中途半端なんだって。うん、わかんねえな。どうしたの？小学生かお前。お前なんかよ、20代のただのクソ小僧だと思ってるからな。
頑張れや。ああ、自分の人生頑張って。こんなとこに朝方からわけのわかんねえコメント打ってねえで。どうしたんだよ、実家暮らしのよ。あ？小僧がよ。まなぶくん？笑っちゃえよ、こんなの。一人で自立したことなんか一度もねえようなやつだから。お疲れさん。声聞きゃわかるよ、一発で。でも声は出せないんだよ。ブルっちゃってんだよ。なあ、みんなな。ブルっちゃってんだよ。そこまで言うんだったら、ね？そこまで言うんだったら上がれよ。俺、ヘッドホンかけて、マナちゃん？曲も止めてやるから。やんの？ねえ、なんでそこでコメント打たなくなっちゃうの？あ、やべやべ。あ、やべやべ。来いよ、この野郎。おい、来いよ。できねえんだったら、クソ生意気な、コメントすんなよ。わかりましたで許してやるから。ブロック入れようかなと思ったけど。こいつはもう常にブロック入れるやつだから。わかりました、すんませんでいいよ。コラボ上がれませんでいいよ。それさえも言えねえの。クソ野郎だよ、ほんと。かわいいじゃねえよな。てめえもよ、坊ちゃんのとこでもよ、お前何言ってんの？俺全部見てるからな。お前一貫性がねえんだよ。おい。おい。病院通ってろ。おい。返事がないからブロックでーす。耳遠いのかな、こいつ。はい、さよなら。星がついてようが何しようが関係ねえから、俺は。ああ、ブロック解除なんてどっかにお願いすんなよ、この野郎。クソがよ。はい、以上です。俺、だいぶ今、猶予を取ったよ。コロボ上がるんだったら、上がってくれりゃいいよって。何があんのって。学ぶギブっちゃったよ。もうギブだよ、もう。コメント打てねえな。固まってんよ。コラボ。あ、コラボって言い始めた。おぉ。おぉ。かといって、ごめんなさいは言いたくない、みたいな。じゃあもう、ブロック、みたいな。まあいいんじゃね。あんなの一人いなくなったって関係ねえから。だって今見てみろよ。もう8時59分。9時だぜ。人数。300人以上いるんだよ。ああ。ああ。やめてんのかよ、この野郎。地味に増えてんの。なめてんのか。まあ俺みたいな配信者は、まあキャスでも、ニコでも、ワッチでもいないけどな。いや、ガチで。いるんだったら、どんなのいるって聞くと、まあ、いない。うん。いねえよ。どんなのいるのって聞いたら、いやしねえんだよ。います？
言葉のダブル決まった。あらす。パーコいつもありがとう。そうよ。配信って別にね、なんだかかんだかや、珍しいことやることが配信じゃなくて、みんなの話を聞いて、じゃあ、うなのやってることは、なんかおかしいんじゃねって言ったら、俺は素直に聞く姿勢は持ってるわけ。みんな言うだけで絶対上がってこねえから。これはどういうことなの？じゃあ言わなきゃいいじゃん。黙って寝てろよ。ああ。なんかこれから仕事だからとか。黙って行けや。知らねえよ。おめえの仕事なんて。そうだろ？ああ。この野郎。まあ俺は今日は、まあ、あの、薄めに作れという、あ、山田、無職が言う。すいません、ここで、俺に、お茶枠が飛ぶと、俺の利益で、俺、個人事業主なんで、全然無ではない。あなたの方が無だと思う。だって、山田、9時2分だよ。お前何の仕事してんの？夜勤とか言うなよ、もう。めんどくせえな。早く仕事行けよ、バカ。おい。マジでどんなやつがアンチしてんのか、顔見たい。あ、顔見たことあるよ。よれてる。やばい。うん。うん。キーボードカタカタくんだから。なあ、山田。山田、個人的に無職は言うって言うけど、俺これで生計立ててるんだから無職じゃねえだろ。山田は何してんの今、この時間。教えてよ。知りたいよ。笹ちゃん。おはよう。そうだろみんな。無職が言うとかよ。だってしょうがねえじゃん、これで食ってんだから。キャットって人、さっき喉枠で置いたんですってたら、あ、もうあれはダメだから。俺んとこでブロック入れられて、野田んとこ行ってたんだろう。うん。そんなもんよ。物乞い。はあ。じゃあ、山田くん。俺に収益が上がってることは認めるってことね。それは、生活を、なりわいとしてるのは、ここで、OK ってことね。無職じゃないよね。はい。論破です。物乞いだってよ。何、物乞いって。山田くんって今いくつなの？年、教えて。ん？なんかこんな山田みてえなやつがさ、俺でも YouTube やれるかなーなんて言いそうなタイプだよね。甘いで。やっぱりよ、エンターテインメントがないと、トークでも、切り返しても、あんたじゃ無理だよ。うん。早く仕事行けよ。もう9時過ぎてんだから。お前、普通の仕事やってんだろ？なあ。電車乗ってんの？いやー、もう電車乗ってねえな。会社ついてんの？家でお前、パソコンの前で俺の放送見てんじゃねえよ。無職がよ。おめえだよ。収益ねえんだろ？山田くん、もう君にロックオンです。消えるのはやめてね。俺別にブロックしないから。山田くん、何が文句あんのかな？
山田君はどうやって食べてんのかな、教えて。山田君はどうやって食べていってるのかな、あと年はいくつなのかな。山ちゃん、タイミング遅いんだよこの野郎、チンタラ野郎がよ。おい、それともスマホでフリックか。おい、黙っちゃうんだよこういうの。ねえ教えてよ、知りたいんだよ人のことをさ。そこまで言うんだったらあんたはどうなのって。コメント出ないね。俺別に普通にめくりますかって、だってもうめくれないもん、だってもう黙っちゃってんだもん。うん、マジで。うん、めんどくせえなって。なんかさ、やりとりがこうできりゃいいんだけど、言いっぱなしじゃん。最後のコメントが物乞い。そうなんだ。まあまあ、そう思ってるんだったらそれでもいいですけど。じゃあ君はどうやって食べてんのかなって聞いた時に答えは出ないんだよね。笑っちゃうよね、こういうの。めくらなくていいよ、かわいそうだから。うん。今、お母さんがご飯作ってくれてんじゃない?山ちゃん、飯食ってんじゃないの?うん。ちゃんとしれや。個人事業主の証拠は、え、ちょっと待って、俺が聞いてんのは、俺が物乞いってあんたが言ったのを、その件に関して、どこを根拠に物乞いって言ったの?ねえ、もう頑張ってそれかよ、やめろよ。ねえ、証拠なんかお前になんか出すわけねえじゃん。俺別にお前がどこの誰だかの証拠出せなんて言ってねえんだよ。アホかお前。なんだ証拠って。お前のソースなんて興味ねえんだよ。ただ俺に文句言ってきたから、てめえはどうなんだって聞いてるだけ。おめえの人生なんか俺に、全く関係ねえし、興味もねえよ。ただ、文句言ったから、だから何なんだよって。何が個人事業主の証拠は。バカか、おめえ。ツイートキャストで、稼いだ金を申告してりゃ個人事業主じゃないんですか?はい、アウトです。君は何ですか?君はどうやって生きてんですか?山ちゃん、君はどうやって普段生きてるんですか?ねえ。俺は今答えたよ。どうもさんぴー、こんにちは。ねえ。早く答えろよ、こう、もう、ちんたらくせえよな、こいつ。人差し指キーボードかよ、この野郎。何が個人事業主の証拠あって。お前になんか証拠なんか見せるわけねえだろ。君はどうですか?
黙っちゃってまた。いや次意味不明なことやったらブロック入れるから、こんなのゴミだぜこんなの。でもよ、世の中こういうのが多いんだよ。ああ家の中でよ、カタ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 、ふざけんなふざけんなふざけんな。ふざけてねえんだよ、こっちは食ってんだよ、これで。こっちで食ってんの。だお前もやれるんだったらやってみりゃいいじゃん。できもしねえくせに。あ？できはしねえんだろ？なあ、ビタン、35億ありがとう。はい。こちらやってん、ありがとう。もっともっと、妬みっていうか、いや、タコ、だってよ、レモよ、俺の月間収益が20万超えねえんだから、これを妬みだったらおかしいぜ。だって、さっきの山田が普通にバイトでもすりゃ20何万とか、毎日な、倉庫要員とか、ああやってりゃいいんだよ。インターネットなんか俺のとこに朝の9時に文句なんか言わねえで黙って仕事行きゃいいんだよ。でお前何やってんのって聞いたら答えねえんだだろ。妬むのかね。ああそうなんだ。じゃあ石川の力みたいに月間600万とか収益がある人の方を妬んだ方がいいと思いますけど。でも君の言葉は彼には通じないね。何言ってんのこいつで。っていうか見もしないと思う。ああそういうことよ。なあ、TJ だったそうだろ。そういうとこ行って、稼いでんじゃねえよって言ってくりゃいいじゃん。じゃあ君も稼ぎなさいよって言われて終わりだよ。頑張ってねって。もうそれだけだよ。そう思わない？やれてる人に突っかかっても、あ、じゃあ、自分もやってみたらいいんじゃないって。え、配信やってんの？ああ、邪魔待ってやってみればいいじゃんって。それで終わり。話はそこでエンド。と思うけどね、なんで俺のとこにあんな、なんか意味不明なことを言ってくるのかわかんないけどね、山田くんはね。もういなくなっちゃったけどね、俺ブロックしてないよ。小せえよな。もうちょっと考え方変えろよ。何の仕事してんのって俺は聞いたよ。答えもしねえよ。もう話ができないんだから。うん。病院でも行っとけ。うん。まあもう行ってるとは思うけどね。マジで。薬飲んで寝ろよ。うん。夜中中起きてねえでよ。バカがよ。ほんとクソしか来ねえな。ちゃんと俺と話ができる人ってあんまりいないよね。一生懸命話したいんだけどね。なんかあったのとか、どうしたとか。まあ俺はもういい年こいてるけど、それなりにいろんなことを経験してるから、本気で相談されたら、
お話は聞くけど、長っ話は嫌いなんだ。最初だけ、最初も勢いはないと思うよ。いや、逃げるアンチ。いや、それがアンチかどうかわかんないよ。まあ、苦しんでんのかもしんない。だから、聞いてきなって。だから俺聞いてやるよって言ってんの。うん。なんでだろうね。めんどくせえなって思う。まあ、今日はね、もう9時過ぎてんじゃねえかよ。アンチも闇が深そう？いや、これなんだよ。その闇がさ、本当に明かりが見えない闇なのか、真っ暗闇なのか、それは35億な。それは違うと思うな、俺は。うん。全闇なのか、闇に、の中でも希望がある人もいるだろう。俺はなんかそんな感じだよね。うん。だからそういう人もいるよ。でも、じゃあ35億な、そういう人はここにコメントはできない。マジで。うん。うん、まだ希望を持ってる人しかここにはコメントできないと思う。ああ。じゃね？漆黒はないと思うな。その人生のストレスをここで飽き散らしてるんじゃね。いや、もうストレスは超えてるんだよ。うん。エンディングに向かってるんじゃねえかなと思うから。だって俺になんか文句言ってくるんだったら普通に言ってくれじゃん。俺も聞くから。どうしたのって。コラボ枠も取ってんだから上がれないんだよ。そう思わない？そうだよって。ちゃん、だからさ、昔のさ、リンリンタイムなんていうのはすごかったよな。みんな思ったこと言いにかけてくるもんな。今はできないんだよ。もうないぜ。うん。うん。多分、電凸も、リア凸も、多分、ちゃんまんが発祥だからね。うん。でも、今となってみれば、論破されたくないから、エラガンお茶店ありがとう。論破されたくないから上がれないんだよ。まあ論破をするかどうかわかんないけど、まあリラックスして俺は聞くからね。ああそうなんだ。でどうしたいのって。俺は別にその人と喧嘩するつもりないから。うん。だからつまんねえんだよ。もう山田なんかいなくなっちゃったじゃん。もう上がってこなくていいよ。うん。上がってこなくてっていうか、コメントしなくていいよ。うん。エラガンお茶店ありがとう。よし。今日はだいぶロングでやったな。うん。俺の場合はさ、コインがもったいねえとかそういうのねえから。